届いたんですよ。頼んでもいないピザが届いて、で僕一応お腹も空いてたんで一応お金払ったんですよ。もうしょうがないのかなと思って、でそこでその宅配員の人にですね、名前と電話番号を特定したんですよ。それ写真撮らせてもらって、そのいたずらの犯人見つけたんですよ。でそのいたずらの犯人がですね、その僕ライブで配信してるものなんですけど、いろんな犯人にそういういたずれを常にしてる犯人の可能性高いんですよ。でいろんなライブ配信者にそういう嫌がらせを重ねてるやつなんですよ。近くにはいないし誰かわかんないんですけど、その宅配員の人にその番号を教えてもらったんで、その番号から調べれば犯人が割れると思うんで、あ、はい、足立区西新井本町 4-21-11-108 です。エーデルハイムです。ピタ届いたのはもう5分前です。はい、で支払ったんで、もうあったかいうちに少しは食べてもいいんですかね。あ、もうお金は払ったんですよ。15,000円もう大量に届いたんですよ。でお金払ったんで、もうせっかくならあったかいうち食べないと。はいはい、あ、川西浩平です。詐欺っていうか嫌がらせをしてるんですよね、いろんなライブ配信者に。で同一犯の可能性が高くて、でライブ配信してて身元がバレてる、名前がバレてる、住所がバレてる、特定されてる人に対してそう嫌がらせを重ねてる人物なんですよ。はい、あ、わかりました。はい、よろしくお願いします。はい、来るって。ちょっとキャス行くわ。みんな内装してくれる？もう来るからね。でもちょっと今日こっち会えないかもしれないから、ちょっと先生ナイスまでいい？ちょっと今来た人ね、ずっと一人でね雑談して頑張ってるんだよ。見てる人わかるよね。食べていいかって言ったら、って言ってたんやな。とりあえず向かわせるんでって、はっきりとした答えをもらえない。なんかでも普通に考えて金払ってるから食えるよね。あ、あんちゃんありがとうございます。ありがとうね、あんちゃん。高橋リスナーさんだね。仲良くしてんの俺とも。いちいち警察来ないよ。お前犯人だろ。今から来るって。震えて眠れよ。モンジョリんとこにも送って出すだろ。同一犯だろ。バチバチやってやるからな。電話番号が特定できるし、偽の携帯とかって考えれないよね、そもそも。わざわざ嫌がらせをする、あれだよ、すごい怖がアイテム、まあちゃんやとね、嫌がらせをするためにね、新しい携帯を用意するってよっぽどだし、多分自分の番号だと思うで、軽番だし、多分いろんな配信者を悩ませてると思う。多分祝電とかもしてると思うしね。で、釜西ユリアって名前してるから、男かな、ネーミングセンス的に。あ、はるちゃんありがとうね。ネーミングセンス的に。男じゃない。あ、わかってるからね。あ、ありがとうね。ありがとうね、美人さん。今度飲みに行きたいな。キャバクラの子かな。ありがとうね。でも犯人センスがない。これピザは分厚いのが好き。でも薄いタイプ。分かってないね。俺はね、分厚いのが好きだし、なんなら耳にね、チーズ入れてほしい。耳が苦手で。でも何でも残さない俺が、この耳は残しちゃうっていう。これもうちょっと申し訳ない。これ正直に。耳は僕食わないタイプ。わかる？
美味しいのにっていう人は朝とかも普通に食パンだけかじれる人、俺は無理、味がないと。うん、俺はね、うん、普通に食パンとコーヒーで美味しいっていう。あ、あんちゃんありがとうね、あんちゃんありがとうね、うん、あ、あんちゃんフォローして嬉しい、で俺もフォローするね、あんちゃん、うん。じゃあちょっと言っていいですか、ツイキャス、おすすめ規制解除されたから。なんかされたの、ピザをいろんなやつに送ってるやつが俺ん家にピザ送ってきて、相手が相手だったね、そいつの番号を聞いた宅配員に。うん、で俺はねマヨラーなんで、こうマヨネーズトッピングします。うん、たかしが来たい、そう、たかし来て、じゃあたかしのふわっちでやろう。うん、あ、大切だお客さん、あ、そう、ありがとうね、美人さんね、うん、俺からお金取らない、ありがとうね、たかしの枠でやろう。うん、もうすぐ来てまうで、相手が分かったっつうか電話番号を入手したから。で多分軽版なんで本人の可能性が限りなく、電話してみよう。それはやっちゃダメなんじゃない？俺が今してるのは金払ったから食ってるだけであって、勝手に電話するのはちょっと違くない？うん、で繋がってる番号だから、あの偽物の番号じゃない、注文した番号だね。1時間か、もう終わってる可能性あるで。うん、1時間後には。うん、ただピザを持って帰ってほしいな。はよ、キャスやれ。あの大したね、野次馬がね俺に指図するんじゃねえ。普段から応援してくれてるリスナーに言われるのはまだしも、どの面下げて俺にね指図してんの、高橋ってやつ、高橋じゃなくてひらがな4文字、てめえよ。ゆきんこいらっしゃい、ゆきんこちゃんみたいな子はね、いいんだよ、最初マジでうまい。俺はね、犯人を特定しながら美味しくピザを食べてね、犯人は一番辛いだろうね。1万5千円ぐらいで日和と思った俺がね、いくら稼いでると思ってんねん、これね、ね、中途半端な額頼みやがって。10万超えるぐらい頼んでみろよ、日和ぐらいよ、てめえよ。あ、ほんだら。犯人見てる？俺、配信外でね、自分にあんまお金使わないじゃん。でも、一人で焼肉1万とか食べたりするからね。犯人ざまみるくたばいね。で、いろんな犯人捕まったいろんな配信者に感謝されるべきよな、俺。ありがとう、うん、間違いなく今見てるよ。やべえってなってる。誠治んとこに来たピザの電話番号は偽物だった。あ、あんちゃんありがとうございます、ありがとうね、あんちゃんありがとうね、あん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 する、うちの枠でね、うちのねガチリスはね見ながらあんあんしてるんだって。俺、あ、これうまい、カニクリームコロッケ、あ、うまいな、これカニクリームコロッケ。あんちゃんゼロリスになりな。いや、あんちゃんまでゼロリスになったらたかしんとこにマジで いなくなるリスナーが、それはやめてあげて。うん、たかしが本当に追い込まれるで、ダメだね、その、うん、主力をね、あれ普通かしやらないの。うまっ。できたら上の2枚食ったから下の2枚食いたいんだけど、うん、味が違うんじゃない。あ、違うわ。あー、照り焼き系か。俺が唯一ね、あんま手つけないの照り焼き系好き。照り焼き、照り焼き系とか炙りチキン系はね、あんま好きじゃないんだよな。あー、これね、
ええか、シンプル系いいじゃん。トマトソースの。こういうシンプルなのうまいよな。こういう王道のピザ、わかる？多分今までのやつお金払ってなかったんでしょ。で俺も払っちゃダメかなと思ったけど、払ったことによって特定できたから。ナイスポチャ。あ、ありがとうございます。あ、トムちゃんありがとうね。トムちゃん、トムちゃんたまにはコメントしてね、いつもアイテムばっかりだから、ありがとうね。許さなくていいよな、さすがに。許せないだろ。あの配信者に迷惑かけてるのはまだしも、そのピザーラとか宅配員とかね、お店に、ま、迷惑かけてるのが許しちゃダメだと思うよ。配信者とリスナーって優柔不断な人は苦手なんです。今は013枠で楽しみます。たかしって俺ほんと友達で、ほんとにたかし見捨てないでやってほしい。ほんとお願いします。うちはまあ今ね、あんちゃんもいい子なんだろうけど、実は大丈夫だからね。そんなこと言うなよっつったって、なんか自分のねことだけ考えれない、考えたくないでしょ。だって俺だってね、今まで同じ経験してるんだよ。たかしの気持ちが分かるんだよ。俺だって今までいろんなこと付き合ってきたじゃん。でそれで離れて他の枠行くんだって。だから同じ気持ち分かるんだよ。うん、でも復活するから。うん、俺も復活してきたし、たかしも復活する。これ間違いないね。俺が言っといてやる。そのうちあの女捨てるよ、間違いない。うん、だそれまで見守ってあげて。うん、今だけは。あ、天然さん応援してます。ああーね、ゆっこちゃん。 あれこっちがゆっこちゃん、間違えた、坊主じゃなかった、ごめんなさい、名前言っちゃった。あ、ありがとうございます、名前が一緒だから。ありがとうございます、すいません。大丈夫だよ。だ今ずっと頑張ってきたから、息抜きさせてあげて。うん、うん、長い目でね。うん、で、たかし、あのイベント出るから、たかし投げてあげて。うん、もう俺もう稼ぎすぎちゃって、マンスリーも1位だし、大丈夫だよ俺。うん、で何するんだっけ。あ、ツイキャス行くか。じゃあね、みんな、ね、ナイス押してや。ナイス。早く言うよ。うん、押した？もうちょっと言ってもいいけどな。ねえ、ありがとうございます。なんでキャスイ君、なんか警察の声とかがきついから。でも言うならツイキャスもダメなんだけどな。うん、でもちょっと外部行かないと。やっぱ何よりも大事なんでね。うん、本当だったら配信切って、ことが終わってから配信つけて報告なんだけどね、セオリーは。それが一番安全なんだけど。うん、いやキャスもダメだから、しかもおすすめ規制解除されたばっかりだから、反省がないと捉えられるから、それ難しいけど。だから声が入らないようにツイキャスでやるよね。うん、俺も配信してたいからね。あのみんなって炎上したら配信切れって言うじゃん。で配信者目線ね、炎上してる時ほどやっぱ配信つけてたいんだよ。なんか不安っていうか、リスナーの意見も聞きたいんだよね。だから切らないんだよ配信者って。まあ、もちろん閲覧とか炎上してる時そういうのもあるけど、不安っていうのもあるんですよ。来てからでよくない？ちょっとでもナイス押してほしいし、養分に抜かれたしな。あ、これもうまいわ。犯人さんありがとうね。うん、バカだねお前な。おいしい。うん、結構ピリッとするね。01今日よく笑うな。
本当、うん、機嫌いいんちゃうね。狛江にも、いや、あの全期間だね、全期間が大事だ。第2期はもうすごいひどいで、パレパレといい勝負してると。やっぱ 1日1時間じゃナイス500しかいけないね。うん、無理だね。あ、3位なんだ。だから3位をできたら守りたいけど、まあ養分も強いから抜かれるかもしれないけど。あ、後からピザ頼む？食べたくなっちゃった？美味しい。なんかクリスマスとか、なんかピザのイメージ強いしな。うん、ピザのイメージ。あの、セージと同じことやっても甘くないで、うちは。とことん行くよ。うん。犯人さんね。謝るな、今のうち謝った方がいいんじゃない？俺も、人の心があるから。俺の配信に電話で出演して、今までしたことをすべて、謝り反省して、俺にすべてね、俺のネタになるんだったら、少し考えてやるけど。うん、もう時間ないで、DM すぐ送ってこんと。うん。許したらあかん。でも、あの、実情が、あの、その人間性と、今までしてきたことすべて明るみになるから。これワンチャン捕まるぜ。業務威力妨害だね。業務。そのピザーラに対して。で、会社でかいで。潰れるで、ほんと。会社から請求されたら。威力業務妨害、それ。うん。だって野田さんとかもなんか企業に訴えられたりしてるでしょ。すごい金払ってない？うん。あの、個人じゃないからね。俺個人は大したことないけど、ほら200万とか。あれやで、ほんと。